はい、今回何に時間を使うかってことですね。そうですね、私はまあ40歳からやったといえばやったことがちょびっとあるんで、たった7年ですけども、いろいろお伝えすることがあるとすればですね、まず FX かな。 FX は2017年から1年間毎日 2,3 時間を365日やり続けて、ライブ放送も相場解説をし続けて、でいつの間にかもう丸3年になります。だからね、ここまでやるとFX 上達するしかないですよね。だから3年間、まあ2年でもいいですけども、1年でもね、1年間私と同じペースでやったら、まあ負けなくなるんじゃないですかね。どう考えても負けなくなるとしか思えないですよ。私はね、だからどっかにFX を学びに行ったりとか、大きな資金をドーンと入れたりとかって全然ないですしね。ただしつこくしつこく FX をやり続けて、同じパターンをね、頭に刻み込んだということかなと思いますけどね。学習と体験を同時にしたっていうことになると思います。多分 FX が身につかなかったですっていう人、私ぐらい1年間みっちりと毎日 2,3 時間やって身につかなかったっていうんだったらまだしもですけども、ちょこっとやって 2,3 ヶ月やって、空いた時間にやって身につきませんでしたっていう程度だと思うんですよ。例えて言えば、私がですね、隣のお兄ちゃんとキャッチボールを 2,30 分して、俺プロ野球向いてないなって言ってるのと同じなんですよ。どうですかね、これは。で、他に何に時間を使うか、 MLM ですね。ネットワークビジネスも時間をかなり使うわけなんですよ。ネットワークビジネスの関係者にどれだけ会えるか、その人との連絡先どのぐらい、私はね、交換できるかとかね、それからネットワークビジネスの解析をしていくことですね、歴史を知ることですね。そういうふうにして分析に次ぐ分析をするためにも時間を目いっぱい投じていって、で一つの案件を選ぶとかね、そういうことをするわけなんですよ。でも多くの方ってのはネットワークビジネスって多分ね、サインしたらもうほとんど何もやってないで終わりなんですよ。プレゼンもしてないし、リストアップもしてないし、それこそ喋りの練習もしないまま、何のスキルも上げないまま、何の人脈も広げないまま、儲かりませんでしたって言って、それは儲かんないですよ。人脈を広げてスキルを上げた人が儲かる世界、それがネットワークビジネスでありビジネスですからね。で、あとアフィリエイトですか。アフィリエイトもさすがに1万サイト以上作ると分かることが分かってくると思います。で、1万サイト以上作って儲かりませんでしたっていうんだったら、それで諦めるのはいいんですけども、サイトもろくに作ったことないとかね、100個も200個も作ってないとか、それで記事もあんまり書いてないとか、それではね、プロになれないとは思いますけどね。それでプロになれると思うんだったら、もうなってくださいって話です。あとセミナーも私は2013年の1年間だけで1000回以上やってます。1年間で1000回っていうとね、すごく聞こえると思いますけど、1日に3回とか4回とか実際やっていたんで、それは1000回ぐらい突破するなと思いました。そうすると似たような悩みのジャンルっていうのを分けられてきて、私は4つの悩みしか人は持ってないっていうふうに分類することができたんですよね。お金、仕事、恋愛、健康、これ以外の悩みはほとんどないと言って無視してもいいぐらいです。であるにしてもそれはお金にならない悩みですね。まあですんで、会うことによって悩みを解決するってことを繰り返してきた結果、自分にはコンテンツ能力とかね、まああんまり言葉は良くないですけども、コンサル能力がついたってことだと思います。人の相談ごとに答える能力がついたってことなんですよ。それから YouTube ですよね。 YouTube もさすがにね、1万本撮れば何かね、1万本撮ってない人に変わる何かが見えてきますよ。で、 YouTube で儲からないって言ってる人は、多分チャンネル登録者数を1000人積み上げることもしてないし、動画を1万本積み上げることもしてない、要するに全然時間を使ってないのに儲かりませんとかね、YouTube 分かりませんとか難しいですとかなってるんですよね。私誰かに YouTube 教わったわけではないんですよ。ただやり込んできただけなんですよ。ただそれだけです。だからわざわざ YouTube 大学みたいなの入ったりとかね、人の YouTube を研究する必要はありません。ただ誰の YouTube も見ずにずっと1万本ぐらい撮っていれば、それは確かになんか見えると思います。それで見えなかったら、確かに向いてないんで、それは1万本撮って儲かりませんでした、チャンネル登録者数が100人もいきませんでしたって言ったら、完全に YouTube にそっぽを向かれてるんで、YouTube の世界に入らない方がいいっていう判断ができると思うんですよ。そういう風にして、時間を徹底的に使うことによって、自分がその道に行くべきか行かないべきかって分かるのに、時間をあんまり使わないのに、自分にはこの道が向いてないとかね、逆にこの道しかないっていうのは、ものすごく安直というかね、一言で言うと、まあ、あんまり言葉は良くないですけどね、それはバカなんじゃないかなと思いますよ。そういうバカさ加減っていうのはあんまり評価されないです。逆なんですよ。バカみたいにやり続けることなんですよ。バカみたいにやり続けることを堂々とバカとね、大きい声で堂々と呼んでいいんですけども、できない人に対するバカっていうのはね、なんかちょっと意味違いますね。もったいないなというところですね。なんか他になんかいい表現ないのかなと思いますけどね、こんな表現ですいません。でもね、本当にバカになるんだったらバカみたいにやれって話なんですよ。やらないバカっていうのは本当にね、手のつけようがないです。で、うんちくばっかり上手になってきて、
どう人のせいにするかっていうところに精神をね傾けていくんですよね。いやーこれはねバカであるんではなくて、若くてもこういう人は老害だと思いますね。老害ね。だからね、若くして老害になるってことはこういうことだと思うんですよ。で、年を取れば取るほど人間っていうのは使ってきた時間がありますから有利になるはずなんですよ。でも年を取れば取るほど能力が落ちていく人っていうのはちょっとこうね、なんか鍛え方とか考え方を変えた方がいいのかなと思いますよね。まあ最後ちょっとね、妙な言葉になってしまいましたけども、何に時間を使ってきたんですかと、あなたは何に時間を使ってきたんですかと、稼ぐために何に時間をぶち込んできたんですかと、ね、労働ですか、じゃあ稼げないです。労働の時間を減らしていってビジネスの時間を増やさないといけない。要するに商品を人に売る、目の前の人にありがとうと言ってもらえる、目の前の人から1万円くださいと、1万円をもらう、これを繰り返すことがビジネスです。いってらっしゃい。